その昔、中国に現れたという妖怪ケラケラ女が現代の日本、引退前日の芸人の前に現れた。欲に溺れず、ただ人を笑わせることだけを求めた男と、ただ笑いかけ誘惑を続ける女妖怪との対決の行方やいかに。次回、あやかし話ケラケラ女をご覧くださいませ。